注意事項ですね。問題はありませんか？それでは、ゆっくりしていってね。よう、マリサさんが遊びに来たぜ。守谷神社のおやつタイムは把握済みだ。さあさ、私とスイーツ囲んで女子会しようや。あ、マリサさん、ちょうどいいところに来ましたね。実はマリサさんのお耳に入れておきたい噂があるんです。お、なんだいきなりだな。私の耳に入れておきたい噂。うまいもんか、お宝か、それとも魔法に関する何かか？魔法関連よりご飯かお宝が先なんですね。魔法の研究には体力と資金がいるからな。確かに、お腹が空いていては集中できませんし、お金がないと設備や素材が揃いませんもんね。マリサさんはどちらも他人のおかっさらってるイメージありますが、それが一番コスパいいからな。ちなみに今からお話しするのは、ご飯に関するお宝の噂です。おう、そりゃ聞きがいがありそうだ。マリサさんってキノコがお好きですよね。おうよ、大好きだぜ。そんなマリサさんなら絶対に食いつくだろうミステリアスな代物。それが金玉です。おっとっと。いきなりどうした？まさかキノコってペの方か？だったらさっきの大好き発言は至急撤回させてもらうぜ。あ、紛らわしかったですね。ペニテングだけの話ではなく、マッシュルームの話であっています。私が言っている金玉の金は金種類の金ですから。絶対悪意があるぜ、その命名主。それで、そいつは一体どんな代物なんだ？最近この山の中腹、妖怪たちのキャンプ場近隣で目撃されるようになったという金色の玉。7つ集めると無限にキノコを生成できる、不思議な一品だそうです。へえ、それが本当なら垂涎もんだが、いつぞやの異変でもそんなんがあったような、実はやべえもんでした、ってオチはないだろうな。ああ、ごもっともな疑問だ。話が早くて助かるよ。ズバリ、その調査をあなたと早苗にやってほしいって話さね。いつもただ飯とおやつをくれてやってるんだ。たまには頼まれてくれてもいいだろ？魔法の森の便利屋さん。お前今回は何をやらかしたんだ？ははは、ある意味で信頼されてるねー。正直、最初に噂を聞いた時は私も自分が関与している可能性を疑ったが、今回ばかりはとんと心当たりがないよ。厄介ごとにやたら縁があるって自覚あったんだな。そりゃあ、さすがにね。この前の異変でも霊夢さんに、あんたを倒したら終わりじゃないの？って完全に黒幕扱いされてましたもんね。あれむしろ私は異変を解決する側だったんだけどね。とにかくまあ、日頃のあれこれはあるがさっきも言った通り今回は違う。全然一切まるで完全にみじんたりとも心当たりがないわけだ。そうなると逆に気にかかるってもんさ。しかし、調査するにも、政治ってやつでね。私や諏訪子が表だって動くと天狗たちがいい顔をしない。だから早苗に任せるつもりだったんだが、私がおやつを狙ってくるのを見越して、早苗の助手をやらせようって思いついたわけか。確かに、噂通りの代物なら私にとっちゃ最高のお宝。調べるなって言われても調べる。だったら、ここで守谷と手を組むのも悪くないか。ふふ、あなたみたいに上振れ目当てで骨折り損を恐れない人間は頼りになるよ。それじゃ、早苗のことをよろしくね。で、早苗はどこ行った？すみません、準備してきました。この調査はきっと長期戦になります。家も長期戦にします。そして調査対象はキャンプ場。この山にキャンプ場ができたと聞いてから、ずっとやりたかったんですよ。女子キャン、マシュマロ焼きましょう、パンも焼きましょう、製図と天体望遠鏡も準備万端です。他にも、夜空の下であえてボードゲームなんてのも風情がいとエモしじゃないですか？まあことにテンションぶち上がり蹴りまするよね。さあマリサさん、今夜はお楽しみがたくさんですよ。あらら、変なスイッチ入ってる猫や。私これの面倒を見切れる自信ないぜ。そこをなんとかまあ、頼んだよ。ここらで見つかるんだっけか、噂の金玉ってのは。ここをキャンプ地とする。大テントでも小屋でも好きに立ててろ。金ピカの玉だってんなら、森の中じゃかなり目立つはずだが。おや、マリサじゃないか。守谷の巫女さんも連れて、流行りの女子キャンプってやつかい？ニトリ？カッパがこの辺りにいるのは珍しいな。なあ、ニトリさんよ。ここらで見つかるらしい金玉って不思議アイテムについて、なあにか心当たりがあるんじゃないか？えへへ。オッケー、今回の黒幕はこっちか。いやー、耳が早いね。あれが噂になり始めたのってここ2、3日の話だよ。やっぱキノコ絡みの話には敏感とか？ああ、自然と導かれちまうのさ。それはさておき、さっさと白状してもらおうか。金玉ってのの正体と、カッパどもが何を企んでそんなもんこさえたのか。おっと、勘違いしないでくれよ。今回ばかりは不運なアクシデントなんだ。まず、金玉の正体についてだけど、お察しの通り、噂されているようなファンタジーアイテムじゃないよ。あれはズバリ、超絶キノコ促成栽培機さ。超絶キノコ促成栽培機？キノコの成長を促すマシンってことか？金種類の成長を促す周波数の音波を出す、ボール型のスピーカーってところかな。ちなみに実物がこちら。お、綺麗なもんだな。管理しやすいように AI を組み込んだんだけど、それが見事にあだになった。この子たち、思ったより癖強めの自我を持ってしまって。いいやかー。そして先日、集団脱走されちゃってね。どうも野生化した金玉たちは、2から7個の群れになって行動する性質を獲得したらしい。はぁ、読めたぜ。カッパが開発した機械だ。どうせその成長促進ってのも馬鹿げた速度なんだろ。そんな金玉が7個も群れたら、その周りじゃキノコがニョキニョキ成長する。それを見た誰かが、あの噂の発生源、7つ集めるとキノコを無限に生やせる金の玉、なんて夢みたいな勘違いをしちまったわけだ。まあ、そんなところだろうね。で、天狗様たちや霊夢が動くほど騒ぎが大きくなる前に、逃げた金玉を全回収したい。ってのが私がここにいる理由だね。金玉の正体と噂の理由は分かったが、なんでカッパのお前がキノコの成長促進装置なんて作ってんだ？ほら、半年くらい前からヤマワロが売ってるだろ。ダイエットロンマッシュファイバー。食物繊維たっぷりになるよう品種改良したキノコで、ダイエット食品として今絶賛爆売れ中だ。それがあまりにも人気だから、在庫が足りなくなりそうって相談されてね。なるほど、それでか。ちなみにマッシュファイバーのアイデアはかなこ様がヤマワロに提案したものですよ。結局あの神様が関わってるのかよ。ま、何にせよ、金玉は噂されてるようなもんではないし、そこまでやべえもんでもなくて、カッパがきっちり後始末に動いてるわけだ。こりゃ私の出る幕はないな。そういうわけだからさなえ、報告もあるし、もう帰ろうぜ。まだテント設営すら終わってないのに？泣くほどかよ。わかった。付き合うから落ち着けって。やったぜ。やれやれだぜ。さて、私は金玉探しに戻るか。どうにも最後の一つが全然見つけられないんだよね。随分とお困りみたいだな。って、お前はいつかの天の弱。くくく、こいつを拾ったのは偶然だが、どうやら月が回ってきたらしい。あ、私の金玉。事情を知らん奴が聞いたらすごい発言だな。さあ、あの日のリベンジマッチだ。こいつを返して欲しけりゃ私と勝負しろ。いや、お前を任したのは高根だろ。黙れ、あの山ワロの話はすんな。説明してやるぞ、このロリコンどもめ。聖者ローは以前、カッパ相手にとてもわかりやすく調子に乗っていたところ、とあるヤマワロの精神攻撃によりアナル関係のトラウマを負ったのである。詳しくは鬼人聖者にもシリワールをチェックだ。ひどいタイトルだな。あのヤマワロさえいなきゃや、お前なんか怖くねえ。覚悟しろ横のカッパ野郎、逆恨みのやつあたりを味わいやがれ。ダメね。こっちにもラスト金玉はいなかったわ。そっちはどう？って、あら？あんたは、いつぞやの天の弱。降参します。え、何が？この後めちゃくちゃ謝ってから全力で逃げた。やあやあ、特別解説担当の神様よ。ゆっくり茶番劇で学ぶ世界のことわざ。茶番劇部分はお楽しみいただけたかしら？今回のピックアップことわざはこちら。人有地位バイシチーチュン。ここで言う金玉はまさに金の玉のようなお宝。排除というのは役に立たないボロ綿という意味さ。つまりこの言葉を日本語で解釈すると、その外面は金の玉のようだが、その中身は役に立たないボロ綿のよう。外側は良いが中身はダメ。もしくは外側に対して中身が負けている。ハリボテや名前負け。外見に中身が釣り合わない例え。有名無実とか。猿に烏帽子に近いことわざかねえ。由来は中国、昔のお偉いさんの体験談らしい。そのお偉いさんはある日市場で、まるで金の玉のように美しい果実を買ったそうだ。しかし、その中身はカビた綿のようで、とても食べられるようなものじゃなかったらしい。無限のキノコを生み出すと噂だった金玉だが、実際のところは、そんなに美味しい話じゃなかった。今回の話にゃ、いろいろぴったりなピックアップだったね。そうえ。やあやあ、お昼寝してたら出番がなくなったみんなのアイドルだよ。さあ最後に何か爪痕を残しに来たぜー、かなこー。いや、あとはもう締めの挨拶で終わりなんだけど。オッケー、任せて。締めの挨拶といえばナイスな謎かけ。というわけで金玉とかけまして、路面電車と解きます。その心は？チンチご視聴、ありがとうございました。